皆さんこんにちは、今回もですね、ピノの、給油をしましたので、まあ、給油と燃費の報告を、こちらね動画で撮っていきたいと思います。今日はですね7月11日ですね。セブンイレブンいい気分、ではなく、今日もねいつものローソン併設店舗のこちらのシェルでですね、給油をしました。今回のですね、走行距離ですね、これはですね、476.6キロですね。そして給油量がですね、こちら今レシートがあるんですけれども、はい、 22.58リッターということですね。あ、これ今日のやつですよ。7月11日ですね、はい、22.58リッターということでですね、計算してみますと 21.10 というふうになりまして、まあ四捨五入で 21.1、 はい、21キロを超えてきました。珍しいですかね。まあ21を超えてくるのは珍しいかなと思います。で、前回ですね、Amazon で買った AZ の燃料添加剤ね、こちら今ね、今日も半分、前回ね半分入れて残り半分ありますっていう風に言ったんですけど、今回もまた入れましたが、こちらのね燃料添加剤のまあ効果でね、エンジンの中がちょっとね綺麗になってうんたらかんたらみたいなこともですね若干期待しつつなんですけれども、まあ今回珍しく20リッターを超えてきたのはですね、おそらく走ったルートがですね、今回200キロぐらいが首都高と西湘バイパスというよね、まあ、信号もなく、そして、まあ、大体7、80キロでですね、うまく流れて、くれてですね、燃料消費の少ない、道を、まあ、いっぱい通ったからかなというふうな、ことを考えております。まあ、昨年ですね、おちょぼさん行った時のですね、行きの燃費もですね、かなり良かったんですね。1回の給油でですね、500キロぐらい走ったんですよ。これもですね、静岡県内の、信号の少ないバイパスを、中心に走ったからというようなねことだったので、まあ、今回もね首都高と西湘バイパスの効果でですね、燃費伸びたのかななんていうふうに思っております。ただですね、こちらの AZ の燃料添加剤、車載動画の方でもね言ったと思うんですけど、まだね、あと2本残ってますので、あと4回ぐらいですね使えますので、まあ、継続して、使っていきたいと思います。ということでね、その首都高のドライブの動画はですね、また車載動画撮ってるんですけれども、こちらね編集まだ全然終わってないので、編集終わったらね、そのうちアップしたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。7月11日の燃費報告でした。それでは。